こんにちは。ロアスティの時間がやってまいりました。ええー、とね、今日はね、あの、飲みの話をしますね。のみ。えー、ね、これのみ。赤いのがのみね。ええー、のみって知ってますあの、ぴょん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 って跳ねますよね。えー、そういったのみです。のみはね、あのー、何にもない、こうね、えー、地面、地面では飛ばないかな。なんかこう、ま、あの、床のところでね、ぴょーん。 ぴょんとこう飛ぶわけですよ。のみがね。ぴょん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 飛びます。そういったのみちゃんをね、あのー、ある日ね、のみちゃんに、ぴょんぴょんぴょん飛ぶのみちゃんのところにですね、えー、ちょっと消しますね。えー、のみちゃんに、えーと、コップですね。えー、まあ、こういったコップをこう被せてやりました。のみちゃん。コップね。 えー、さて、皆さん、のみちゃんはどういう風になるだろうちょっと考えてみてくださいね。シンキングタイム。<laughs> もちろんね、えー、もう、お分かりだと思いますけど、ポーンと当たるじゃないですか。ドーン、あたたたたたーって、のみちゃん当たるから、ぴャーん、ぴゃーん、頭打つから、もう、こういう風な形で、えー、落ちまくるんですよ、下に。だから、のみちゃんは、 あのー、こういう形でもコップの、この、えー、この頭がね、えー、もう本当に、えー、限界っていうことで、えー、これがね、限界っていうことになるわけですね。えー、ここが、限界、限界ということになってしまって、えー、このコップを外したとするじゃないですか。ぎゅー、ゅー、ー。 さて、のみちゃんは、このコップを外しても、どうなるかというと、のみちゃんね、え、もう、ここが限界っていうふうに、え、あの、思ってるから、こ、ここがね、こう、限界だと思ってるから、もう、これ以上飛べないんですよ。本来だったらね、あの、黒いん、行こうか。これぐらい飛べてたのみちゃんが、これぐらい飛べてたのみちゃんが、もう、こういった限界線を作ってしまったので、 こ,ここまでしか飛べないっていう。皆さんひょっとしたらね、飲みになってませんか限界点を何か、あ、俺ってできないよなっていう風に思っちゃったりしてませんかね。えー、特に今コロナで、えー、もう本当に一年が過ぎました。で、限界地点っていうのが、本当にこれがね、 もう昔はもう優雅にね、ええー、どん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 こう飛べ、もう飛び跳ねてたのが、いつの間にやらここが限界になった、なってしまって、もう飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ意欲というか、これが限界なんだよねっていうふうに思っちゃったりしてませんでしょうか。ですから、その場合どうしたらいいと思いますか皆さん。はい。はい。 じゃあ、飛べるに、飛べるようにするには、のみがね、のみちゃん、のみちゃんが、皆さん、さてクイズです。のみちゃんがね、あの、前のように、えー、飛べるようにするには、どうすればいいでしょうかっていうことなんですよね。うん、これはね、あの、本当に僕もあります。 えー、皆さんにもあ,あると思いますし、僕にももちろんあります。ですからもう限界が来たなっていうふうになって、いつの間にやら、えー、そのコップを今置かれたような形で、制限、制限をかけられたり、えー、また限界を感じてですね、いつの間にやら、あの、ハードルというか、自分で限界を作ってしまうというケースがあるんですよね。そして飛べない飲み。もう本当にこれなんか飲みの話でも、あの、こう、 飛べないのみの話になってしまうんですよ。ね。でも飛べるって、これを、で、こんなのをね、これを外して、こう、飛べる、飛べるのみの話にしましょうよ。ということで、飛べるのみにするにはね、どうしたらいいんだということなんですよ。早く答えを言えよ、言えよっていうことなんですけれども、えー、それはですね、えー、 ま、のみちゃんをもっと増やしていきますのみちゃんのみちゃんちょっとこれ一時書いてたらこの太いので書きますねまああのもっともっとのみちゃんがこの5つののみちゃんがいるとするじゃないですか。 のびちゃんもビョン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 ,ン飛びます。ビュンビョンビョンビョン飛びます。もうどん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 飛んでますと。飛びます、飛びます、飛びまーすっていう感じで飛んでると、えー、この、えー、のびちゃんは、ここまでしか飛べ、あ、ごめんなさい。こんなに飛飛んでなかった。<laughs> ここまでしか飛べてなかったですね。こう限界だったですから。 ここまでしか飛べなかったです。ここまでしか。でも、えー、彼らと一緒に、あのー、していくと、こののみちゃんも、徐々にですけれども、あ、飛べるんやということで、こういう風な形で、ちょっとずつですね、ちょっとずつ上がってくるわけです。彼ら見てますから、もうどん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 飛べ、飛べ、飛べます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 、どんどん飛べます、飛べます、だから、そうすると、だん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 上がってきます。 私も飛べるんや。そうそう。あ、飛べるんや。あ、飛べるんや。ってだ,んだ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 ん飛べるわけですよ。飛べるわけ。ね。こういう形で、どん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 飛べるようになります。ということは、どういうことが言いたいかというと、同じ、この飛べる人の環境下に、えー、また頑張ってるっていうか、本当にスイスイ頑張ってやってるっていう、その限界を超えてる奴らと、 一緒なところの環境に、こう、環境にですね、環境に、えー、自分を身を置くということなんですよ。このそして、自分も飛べるのみになっていくという、こういうことを私は言いたいと思うんですよね。だから飛べるのみっていうことになりますと、飛べるのみの環境にいるっていうところがすごく大事で、えー、実はね、 あのー、私もいろんな、あのー、ところの会に入ったり、えー、また、あのー、仲間がいます。で、そういった仲間がいるっていうことは、どういうことかというと、この、飛べるのみ、人をのみと、例えると、ちょっと失礼なんですけど、その中には、本当に飛べるのみが、あのー、すごくお、大勢いらっしゃいます。飛べるのみが。ね。飛べるのみ、私、飛べないのみ。でも、 飛べないのみでもですね、えー、同じ、えー、その環境にいれば、飛び方を教えてもらったり、飛ぶ方法を見てたり、えー、また、あの、彼らが成功する方法とか、後ろ姿を見ることによりましてね、えー、自分も、なんとなくそれを真似する、オマージュするって言うんですけども、真似を吸っていくと、だん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 高く飛べるようになるんです。自分が、ここが限界だと思ってたのが、いや、 全然違うやん。ここじゃないよっていう。ここじゃないんですよ。うん。もっと、ここまでだったのが、もっと飛べるよ。もっと飛んでいいんだよ。全然飛んでいいんだよっていうふうに、言えるわけなんですよ。だからね、えー、そういったことで、飛べるのみになりませんかあのー、いろんな、あのー、皆さん、飛べるのみになっていきましょう。 え、ついついコロナという、こう、コップが、ね、こう、かぶさってしまって、え、飛べてたのみでも、いつの間にやら、ここが限界だという風になってしまっています。同じことばっかり言ってるようなんですけれども、え、それで、え、ここのコップが自分で作ってしまっています。ですから、これをもう外しちゃいましょう。ね。 そして違う方法、やり方をもう一度飛べるのみに見習って、えー、そして自分をどん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 真似して飛んでいきましょう。ね。今まで飛べてたんですから、絶対飛べれるはずです。環境が、えー、飛べるのみ、飛べないのみになってしまって、えー、飛べないのみになってしまったものを飛べるのみに、えー、ま、まあ、再生するというか、蘇生するというかね。 できます。あなただったらできます。そういうことでね、えー、私は、えー、飛べるのみっていうことで、自分自身ももちろんこういうような飛べないのみに、えー、なってましたけれども、みんなにね、えー、まあ、あの、助けられて、俺も飛べるぞということで、えー、飛びました。本当にね、えー、一人ではできないけれども、みんながいれば、あのー、それを見よう、見真似で真似したりね、えー、また励ましてもらったり、 励まし合いをしたいっていうことで、飛べるのみに変わることができるんです。ですから、えー、私はそういった意味を込めまして、えー、オンラインサロンも、えー、作りました。ぜひね、えー、皆さん飛べるのみに、えー、なっていきましょう。また飛べるのみの、その飛び方、また考え方、そして、えー、また、あのー、励まし合いっていうことでやりませんか。えー、未来は明るいです。 明るく行こう。えー、明るくね、えー、行くのはタダです。えー、皆さん飛べるのみは、えー、明るく行くことも知ってます。そして、助け合うことも知ってます。ギブテイクじゃなくて、ギブギブっていう精神。これもの、の飛べるのみは知ってます。飛べるのみと、皆さん一緒に、えー、飛んでいきましょう。えー、ぜひね、えー、オンラインサロン、えー、またコメント欄とかなんかにも載せておきますんで、えー、載せてやってみてください。 えー、飛べるのみの、あのー、マインドっていうことを、これからもお伝えしたいと思います。ぜひね、えー、飛べるのみ、一緒に飛びましょう飛びます飛びます飛びますそれじゃ、さようなら